国立病院機構大牟田病院で発覚した入院患者に対する性的虐待が疑われる行為で、病院が謝罪しました。被害者の皆様、利用者様、並びにご家族、後見人、関係者の皆様に不安やご心配をおかけしまして誠に申し訳ございません。大牟田病院は午後4時から会見を開き、経緯を説明しました。問題が発覚したのは去年12月、一人の入院患者が男性介護士から下半身を触られたと病院に訴えました。その後の調査で、いずれも男性の看護師と介護士合わせて5人が、障害のある入院患者男女11人に対し性的虐待が疑われる行為を繰り返していたことが分かりました。中には国指定の難病、筋ジストロフィーで体を動かしにくい患者もいました。非常に重大な身体障害者様に卑劣な行為を行った、なぜこのような事件が、案件が複数生じたのか、徹底究明してまいりたいと思いますし、病院は障害者虐待防止法に基づいて自治体に通報し、自治体が現在調査しています。看護師たちはどうしてこのようなことをしたのかと言ってるんですか。第三者から見れば虐待に当たる、あるいは性的虐待に当たる行為なんですけど、どうして行ったのかまでははっきり、しておりません。スキンシップの一環だったと言われる職員もいます。虐待行為をしていたとされる5人は、病院の聞き取りに対して虐待だとは思っていなかったなどと話しているということです。また複数の病院職員が虐待が疑われる行為を直接見ていたものの、そもそも虐待と思わなかった、注意すると怒られそうだなどとして病院側に報告していなかったことも新たに分かりました。病院は職員への研修体制を強化するなど、再発防止策を講じる考えを示しました。